皆さんどうもこんにちは、ナモです。さて今回も引き続いて進撃の巨人を見ていきたいと思います。前回は収容区を襲って世界に宣戦布告をしたエレン、その行動により壁の中でもエレン派と兵団派の対立が起こります。壁の中の大混乱が起きている最中、街中にいたのはマーレのピークちゃんでした。さてこれから壁の中はどうなっていくのか、またジークとエレン2人の関係性もしっかり見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。進撃の巨人ファイナルシーズンラストです。ゴー。それでは早速見ていきます。進撃の巨人ファイナルシーズン13話、森の子。あー、これはあれか、村かな、ガス兵器。へえー、やば、そういうことね。ガスで謎が解きました。コニーの村の巨人はやっぱりジークのせいだったんですね。ガスを使って住民を気絶させてジークの叫び声で巨人になるっていう、すごいな、狂気マシーン。ジークやば。ジークは島の人派閥、それともマーレ子派閥、わからへんお前モテねえだろモテたことくらいある？え、リヴァイモテたことあるの？リヴァイ兵長にも伝わりましたね。多分マックレ総督が殺されてエレンたちが逃げたってことがバレましたね。オープニング見よう。やっぱ衝撃的やんの、このオープニング。第72話、森の子ら。そう、レストランやな。レストランにタダで食べに行くんねんなこれはまた賑やかな人数ね、せっかくタダなんやしそのお姉さんを殺したのはガビだということをガビは多分知らない。うわ、めっちゃ美味しそうやん。うまい、カズマイルよりも初めてだ。みんなサシと同じ反応する幽霊が拘束された件、聞き取り調査に協力してくれ。なんか毒入ってそう、このワイン。ニコロ、エルディア人エルディア人とマーレ人の溝は深まる一方やな。やばいやばいやばいぞ、ガビガビ、お前が殺したのか、お前がサシを殺したのか、あー、お前がサシを殺したのか。ファルコ、犠牲になったのはファルコやった。ニコロ、ニコロが突き出す日や。ニコロ、復讐の連鎖は終わらない。憎いよね、憎いよね。あのワインにはジェイクの赤精液が入ってた。やばい、お前な、人類の希望がエレンやったのに、そのエレンを今殺そうとしてるっていうのは、エレンのために死んでいった者たちは一体何やねん。いいエレナ、ジェイクの赤精液か、やっぱり。ガビは、エレン、よくないよ、こんなこと。こんなことよくないよ。ええ、ちょっと待って、フロックもやばいって。フロックもやばいって。エレンが来ました。お前らと話がしたくてなって、隣にガビがいるのにエレンが。もう分からへん、分からへん、分からへん。誰ができて、誰が味方で、誰がどうなって、誰がこうなるか分からへんけど、早く続きを見ようやな、このモヤモヤは晴れ。そしてエレン、君は一体何がしたいんだ誰かとそっくりだ。で、その誰かが来た。いつも巨人に乗る準備。エレンの問題を解決するのに争いは無用って言ってるのに、なんで？俺は自由だ。それは俺の自由意志が選択したものだ。エレンが操られてる？レベリオでジークと話をした。お前の一部はベルトルトになっちまった。お前の脳はベルトルトにやられちまった。だから護衛すべき宿で錯覚して、だから戦いの意志が芽生えた。アッカーモンキーの血が芽生えたってこと。だからか。うわー、ただ命令に従うためだけに作られた一族。一番嫌いなやつは不自由家畜。そんなこと言うの、エレン。最低やな、エレン。こんな最低な人やった。エレンはほんまにエレンなの？エレンはこれがほんまにエレンなの？ティクスを攻めちまえば連中はおしまいだ。やべえな、やべえな。ワインが残ってないってことは、他のみんなワイン飲んでるってことやんな。あー、あかんあかん。ジークの一声でみんなが。やばい、もうこれはフラグやの、これはフラグなのよ。リヴァイが負けるフラグなのよ。やばい、これは。なんかもう続き見たくないねんけど。もう絶対絶命。マジでやばい。あー、兵長。バリス、優しい兵長。そうか。これはきついな、仲間を。これはまた次なる絶望や。今まではひたすら巨人と戦ってたけど、今度はその巨人が味方やもんな。ジーク、お前なんてことを。リヴァイマジやばい。リヴァイマジ強すぎ。まだかよ。こんな面白い展開ある？ひどいな。この獣の巨人って投げることしか脳がないから、1対1やったらマジ強い。リヴァイマジ強い。連携がやばい。キースまだ教官やってんのか。訓練兵目が死んでる。怖いキース、ひどいな。全員でくるぼっこ。ハンジはキースはハンジの悪魔の人やったもんな。エレン、お前は何を考えてるんだ。リヴァイ鬼やな、ほんまに悪魔やわ。草葉、草葉誰？
草場さんなれジークジークは何ジークの過去は何ちょっと待ってもう全部悲しいねんけど。ジークの過去です。ジークの過去の話、悲惨な子供時代やってんな。第74話、唯一の救い。草場さん、このメガネはジークのメガネっぽいな。ジークもそういう歴史の中で育ってきてんな。ジークはすごく現実生きるのが辛かったな。これはきっとピッチャーに向いてるぞ。ここでコントロールが上手くなるのか。獣の巨人の草場さんのおかげでジークはすごく救われてるな。両親の期待にも応えられず、軍でも自分の居場所がなくてすごく迷った幼少期を過ごしてるな。体の構造も変えてしまう。安楽死計画、それでか俺たちは被害者だ。お前はあの父親に洗脳されている。いつか必ず救い出してやるから。何の意味が繋がりました。今ここで繋がりました。でもそんなに父親を苦労した人やったかな。ギリシャはそんなに接種無線だ。ここでエレンとジーク、エルディア人安楽死計画。エレンがしようとしていること、ジークがしようとしていること、今分かりました。エルディア人安楽死計画、彼らは生まれてこなければよかったんだっていう思想のもと二人が手を組んだわけでありますが、それって解決策な極論じゃないの。それはそんなひどすぎ。聞きたいって思ってる人もいるかもしれへんよ。でも分からへん何が正しいのか分からへんかった。そういうことか。リヴァイ逃げて。リヴァイ、リヴァイが絶対説明、間違いなくあの距離やったら間違いなく継承術まされへん。リヴァイ、なんかリヴァイに脊髄液を流し込んでジークを食べてっていうのも、ジークは大きな血があるからそれを実行することができんし、私ジークが好きだからジークを食べてしないっていう気持ちもあるし、でもジークの安楽死っていう作戦には同意できんし、なんかもうすごく複雑な気持ちで今見てます。あ、食われんのか獣の巨人が。あ、違う、隠すの。今のは何。第75話、天地。やばい、もう現場は大混乱でございます。ここでピークの登場か。ピークもマーレを滅ぼしてほしいねんな。ピークもピークで強い思いがあってんな。マーレを殺したっていう、私もしかしたらピーク派の人間かもしれへん。安楽死うんぬんかんぬんよりエルディアの味方やわ。ピークをすごく応援したくなった。はぁ、ユミルの谷、そうだよね、そうピークを応援したい、ピークをすごく応援したい。ユミルの民やねん元は。だからユミルの民やねんから、自分たちで自分たちの権利を勝ち取るしかないねん。ピークちゃん可愛いけど、あれ、ちょっと待ってピークちゃんもしかして嘘ついてるよな。ピークちゃん嘘ついてる気がする。急に裏切らす気がする。やっぱりピークちゃん敵か。ピークちゃん敵やな。私は一緒に戦ってきた仲間を信じてる。ピークちゃん、うわ、見終わりました。よかった。ここでファイナルシーズンに続くんか。結果きついな。感想いきたいと思います。はい、ということでファイナルシーズン見終わりました。はあ、いろんなところでいろんな動きがあって、いろんな派閥がいろんな目的持ってたり、裏切ったり、裏切ったと思ったら裏切ってなかったり、なんかいろんな勢力があってちょっと分かんなかったんですけど、とりあえずまとめてみました。一つは世界、マーレ帝国を滅ぼそうとしてる世界。二つ目がマーレ帝国、始祖の力を手に入れて世界の頂点に立とうとしてる派閥。あとはマーレ帝国に属するエルディア人とライナーとかピークとかガビのことです。あとはジーク派閥、マーレ帝国に属するエルディア人、安楽死計画が目的の派閥、ジークやったりイエレナやったり、エレンも入ってんのかな、ちょっと分からんけど。で、あとはイエーガー派閥ね、エルディア人の自由を取り戻すために世界と戦おうとする派閥、まあフロックかな。あとは兵団派閥、壁の中の未来をいろんな方向で考えてる派閥ですね。ピクシス司令やったり、リヴァイやったり、ミカサやったり、アルミンやったりがこの派閥に入ります。この6つの勢力がストーリーをめちゃくちゃにさせてるんですよね。で、今回知ったことはジークの目的ですね。ジークの考え的にはエルディア人は生まれてこなければよかったと。そのために始祖の力でエルディア人に子供ができないようにして、今後はエルディア人が滅びるまで壁の中で暮らすっていうような、エルディア人安楽死計画がジークの目的ですね。なんか私はあまりにも極論すぎる考え方やなと思ってしまいました。生きるのがしんどいなら死ねばいいじゃんっていう考え方と似てるかなって
でもそれで人類は本当に救われるんやろうか。その計画を達成することによってエレンが欲している自由っていうのは手に入るんでしょうか。ジークとエレンが協力する未来があったら楽しみって思ってたんですけど、安楽死計画はちょっと私は賛成できないですかね。エレンもさ、一番大切なミカサとアルミンをあんな風にしてまでそんなに安楽死計画を達成させたいんかな。もうみんなが幸せに生きる方法ないんかな。もし世界の人たちに始祖の力が効くんやったら、始祖の力を使ってみんなの記憶をなくして、体の構造を平和しか求めないっていう構造に作り変えて、みんなで一生平和に暮らしてほしい。そして進撃の巨人ハッピーエンドで終わってほしい。そんな甘ったれた世界はないですけど、はい。そして最後にライナーとエレンの因縁の戦いが始まりそうなところで、ファイナルシーズンパート1が終了しました。次からはファイナルシーズンパート2です。ライナー VS エレンの戦い、どう決着がつくのか見ていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。やっ